どうも、増田です。今回のフェイント動画は足を使ったフェイント、こちらをやっていきたいと思います。足を使ったフェイントをいくつかやっていきます。まず左足から、左足で一度ジャブを打つ踏み込み方をします。ステップインに近いんですけど、左足だけでもうその場でもいいんで一度踏んでください。ジャブを打つその感覚で踏んでください。その後ジャブを打っていく。これは比較的簡単かなと思います。もう一つ、左足で内側に一度フェイントを入れます。内側に入れて今度外にもう一度出して左ボディを置きます。一度中に入れる、外に出て、この時にもうボディを打てる体勢に入ってください。外に出した瞬間もうモーションに入ってボディを打っていきます。今度右足でかけます。右足を、これが後ろでも外でも内側でもいいんですけど、一度動く素振りを見せます。相手の意識をこちらの体に持っていきます。体がどこかに動いていくと、それを見せてすぐジャブを打つ。これは後ろでも外でも内側でもどこでもいいです。こういったふうに一度足でフェイントをかけて打ち込んでみてください。